ははいこんにちは土曜日の朝です今日も朝9時ぐらいからラルフスに行ったので今日の節約製品お買い得を紹介したいと思います。まずこのココナッツミルク元が1ドル69セントが89セントビーツもうこれはすぐにサラダにして食べます元が85セントが39セントザワクラウト 元が1ドル19が59セント。これカ屋のごま油ですよね。元が3ドル48が1ドル79。でこれがなんかステーキとか鶏肉とかに馴染ませて焼くやつ。もうこれも夕飯ですぐ使えます。元がわかりませんが1ドル99。これはクローガーのラルスのクローガーブランドのパスタソース。 元が1ドル49が79セントこちらがですねこの1個だけキャンディーが割れてしまっているので元が5ドル99が1ドル50セントになっていますいくつ入ってるんだろう12個入ってますねでこれコンソメの元。これがですね超お買い得でどこに値段があるんだろう元の値段が8ドル99が1ドルになっていました ちょっと遅れてきたおじさんが欲しそうにしていたので一,一つはお分けしましたでこちらがブルゴギソースこんなのはね家で作れるんですけどでも元が4ドル19で1ドル50だったので買ってきて早速使おうと思いますでこちらがですねこれもクローガーラルフスのストアブランドのピーナッツバターこれクランチのやつですねが元が1ドル79が89セント でこちらがキッコーマンの照り焼きソースこれも自分で作れよって言われそうだけど元が3ドル99が1ドル50になっていましたこの他に肉とか野菜とか果物とかいろいろ買ってきて今週を乗り切ります。